はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回はパワープロ2018、え、関内ですね、続けていきたいと思います。夏の地区大会予選のためにというところだと思うんですが、まずはチームの底上げですね。どうしてもね、ピッチャーが打ち込まれてしまって打撃でカバーできないっていうシーンが増えてきてしまっているんで、まあ、それをね、引き続き打高投低のまま進めていくのかどうかっていうところも含めてなんですが、まあ、今更ね、進路方針かを変えてもね、どうしようもないかなと思いますので、基本的にはこのまま進めていきたいと思っています。ピッチャー陣が打ち込まれた分は打ち返すということですね。例えばなんか本もらってたな、前回ちょっと何の本もらってたか確認しましょうか。進行アイコンをすべて上げるだけの本だったら特に今はいらないかな。やっぱね、ちょっと勝負弱い場面があるんで、まあ、自分がっていう話にはなっちゃうんですけども、そうならないようにちょっと考えていきたいですね。やっぱあのチャンス丸とかね、そういうのが欲しくはなっちゃいますね。さあ山谷は急速アップに戻したんで、まあ、ちょっとこの辺りしっかり頑張ってもらいたいなというところと、藤野は肩力全然上がってこないね。まあ、スタメンはもう西田に変える予定なので、まあ、しょうがないかな。全体的にね、ミート走力を中心にここまで上げてきたので、パワー不足のバッターが多いかなという感じはするので、まあ、引き続き 2,3 年生はパワー中心に、1年生はミート中心という練習メニューを課していきましょう。そろそろ練習のシャッフルが欲しいな。ないか。お、山谷のテンションが下がってる。いや、山谷これやられると結構きついんだよな。じゃあせっかく雨降ってて水はけの良い土を持ってるんで、ここぞとばかりに使っていきましょう。なんか早速効果が効いてくれる場面があるんでね、惜しまずに使っていきます。まあ、なんとしても春の甲子園1回戦で負けてるんで、夏の甲子園はね、出場するだけじゃなくて1勝まずしたいですよね。まあ、合宿はもちろん行っていきます。
まあ、合宿直後に多分地区大会の予選が始まるんじゃないかなと思うので、あそこで特訓マスが来てるな。あそこの特訓マスは絶対踏みたいからな。あれ、合宿の前に公式戦始まっちゃうのか。しかも特訓マスが消されるっていうね、なんとも微妙な感じになっちゃったな。さあ7月ですね、まあ、この辺りはこのままでいいかなとは思います。さあここはね、地区大会1回戦負けとかっていうのはありえないんで、なんとか1回戦の突破と2回戦への弾みをつけていきたいところなので、景気よく勝ちたいな。まあ張り切りボーイは柴崎だな。3番に入った柴崎、あとは、まあ、いかに勝てるかですね。勝つのは前提として、どうやっていかにして勝つかっていうところ、まあ、理想は山谷がしっかり抑えて柴崎中心、強力打撃陣が打ち勝つっていうのが一番いいんですが、まずは早速1回の裏、3番の柴崎ですね。ちょっとまずは高橋の相手ピッチャーですね、高橋の能力確認しておきましょう。回復が F、まあ、この辺りはいいよね。球持ちが丸か、球速134キロ、カーブとシンカー、転生プロだな。一方うちの方は山谷が先発、まあ、この辺りはいつも通りですね。これはこれで微妙な当たりになっちゃったな。ここは2アウト満塁か。お祭り男発動するほどではないよね。転がしましょう。転がしたけど、本当に転がしやがったな。おお、暴投だ。いやー、今みたいなラッキー起きる代わりに自分の方にも同じアンラッキーが起きる可能性がありますからね。ここ一概に喜べないっていうね。相手ピッチャーはちょっと守備に問題がありそうだな。お、足の速い奥山だな。セーフティーとか試みる場面でもないしな。最後は全力ストレート、空振り三振ですね。で、守備がノーアウトランナー二塁三塁か。やってくれるな。6番の内山、ちょっと内山の能力確認しておきましょう。まず内山くんで、ね、パワーが D ね。で、添田は初級丸、初級丸か。今泉は守備力が高い凡庸な選手って言っていいだ。もうまずこの内山をしっかりじゃあ抑えましょう。よし、最後はシンカー。これはゲッツンできるぞ。ゲッツンでしょ。いやー、二塁三塁だったね。ゲッツー以前に。
で、今泉。おお、今泉今日、2安打打ってるんだ。能力的にはね、ちょっと打たれそうもない。逆に言うと、打てようもないバッターかなと思ったんだけど、当たりはいいね。2点リードのまま、裏の攻撃に入ります。諸星。一塁はアウトね。さあ、根岸。当たりは良かったけど、タイスキー監督のちょっとあれだね、采配があんまりよろしくないですね。品川、1番バッターですね。弾道が4あるものの、残りはね、足がちょっと速いかなっていう程度の選手ですね。西澤、パワー D か、ちょっと危険だな。この辺りになってくると、ちょっと一発打たれる可能性ありますね、椿。宇野、転生 OB か。危険だね、パワー D。パワーヒッター、アプルヒッター。宇野に関しては完全に外角攻めだな。まあ、そこまで回さないのが前提ですけどね。危ないね。タイミングは合ってましたからね。よし。で、椿だな。追い込んだら臭いところで勝負しましょう。よし、最後はストレート、空振り三振。12安打打たれてるけど、リードは守ってますね。で、柴崎。今日柴崎いいとこないんだよね。いや、デッドボール ?1 点差になってる。そして、1回戦負けは避けたいけど。これはきっちりさばいて2アウトランナー3塁で、今泉か。今日2安打打たれてるね、今泉は。これは大丈夫だよね。 OK。 ちょっとこの1点リードだと怖すぎるんで、なんかね、点が欲しいですね。ここは送りバントにしよう。このキャッチャーのあのフィールディングいいね。わ、ボテボテの当たりだな。おお、それだ。これは三塁まで行こう。いけないか。いやー、ラッキーだな。お、うまい。このセカンド守備うまい。うまいね。今抜けてたらもう1点という当たりなんで、まあ、飛びついてボールを抑えただけでも、もちろんね、アウトにしてたらすごいと思うんですけど。お、デッドボール。ランナー、警戒しすぎかな?だいぶ乱れてきてるんで、ここは畳みかけに入りたいな。どうだ?入れ!入れ!おお、惜しいね。さあ、西田くんだな。もうお祭り男は誰かで使ってるんで、このまま行きましょう。おお、押し出し。そして、負担。抜けてく。抜けないか。
抜けるかなっていう当たりでしたけど、これはちょっと無理かな。足は速い奥山だけど、さて10対5から1点返され10対4ですね。4点リード、この4点リードを守ったまま気持ちよく終わりたいですよね。これはセカンドフライになるかな。かった、これでツアート。1回戦目でこんだけ苦戦するってなるとちょっとね、本当に気を引き締めていかないと甲子園が遠のいちゃいますからね。まあ、1回戦10対6、総合力 D のチームに10対6、まあ、これをどう見るかだと思うんですが、まあ、山谷がね、まあ、できればクオリティスタート6回3失点。ああ、ちょっと、成績飛ばしちゃいましたが。さて誰にするかな、奥山か角田か二見か、まあ、ここは奥山だな。ちょっと下位打線を任せている奥山なんで回ってくる回数は少ないかもしれないんですが、奥山足があるんでね。あとは打てるピッチャー山谷くんがちょっとね元気がない。このチームは山谷が抑えて足でかき回して点を取るチームなんで、じゃあその奥山ですね、足の代名詞奥山。まあここは転がしでいいかな、ミートで積極で転がしましょう。まああわよくば内野安打も狙えるような。うまいね、ただセーフだね。一塁ランナーがいいスタート切ってくれたおかげでセーフになりました。とはいえだ、1点ビハインドではあるんで。抜ける、これ抜けないか、一塁はアウト、ゲッツーか。さてツーアウトランナー二塁一塁、ここは絶対に抑えなきゃいけないね、ビハインドの場面なんで。とはいえ打たれた、どう、帰っては来ないでしょう。よしよしよし、大丈夫だね。まあ、よしよしっていう場面でもないかなとは思うんですが、ここが速球中心でいきましょう。よし、まあ山谷のね最速のストレート150キロ出ますからね。どうだ、これは入るぞ。よし、ナイスバッティング、奥山のナイスバッティングでしたね。で根岸、もうお祭り男は発動してあるので、あとは連打連打で畳みかけましょう。この回で勝ち越ししたいな。ここで柴崎か、これはありがたい。柴崎大丈夫か。これは内角のボールでしたね。
内角攻められて流し打ちの指示出しちゃうとこうなっちゃいますよね。さあまた1点ビハインドか。ここはワンアウトランナーが2塁。というか、際どいタイミングでしたがアウトにしてくれたね。これはどう？ダメか。これで2点ビハインドに変わっちゃいましたね。いやー、ここで負けるわけにはいかないんだけど、どうする？ワンアウトランナーが1塁。今のヒッティングボールだと思うんだけどな、ちょっと打てなかったか。さあ1番の諸星くんですね。ノーアウトランナー、ワンアウトランナー1塁。どうだ？いやー、当たりが良すぎたな。当たりが良すぎた。抜けてほしいような、そんくらいのいい当たりでしたね。フォアボールはちょっとないな。よし、これゲッツになる。一塁はセーフか。これは抜けてくね。で、8番の石塚くんか。ちょっとここはもう点取られるわけにいかないので強心臓を使っちゃいましょう。打たれた。なんとも言えないな。これは追いつくね。この回にまあできればね、1点2点は取っておきたいところなんですが、ノーアウトランナー1塁か。長そう。柴崎なんて一発はあるかなと思うんですけどね。転がしたか。よし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 、これは助かったな。で、西田くん。どうだ、抜けてくれ。これで2点差。なおノーアウトランナーが三塁一塁で2人。ここは犠牲フライでもいい。よし、まあ予定調和というか、予定通りというか、最低限の仕事というか、指示通りというか、いずれにしても1点差までは来たので、あとはバテてきてるこの徳永を打ち崩せるかどうか。どう？抜けてくる。ここでピッチャー交代になるんじゃないの？徳永から徳永へ。これ兄弟とかなのかな？徳永から徳永。ゲッツーだけはちょっと怖いんだよね。最後は見逃し三振。結構ストレートパームと投げてくるからな。あー、これ微妙だな。しょうがない。1点差まで詰め寄ったというところで、この表、9回の表ね、しっかり倉俣から始まるこの高打順を抑えてだ、裏の攻撃に備えましょう。セーフかー。今のタッチしようよ。しょうがない。ここは投手交代しよう。土肥に帰る。
まあ、土肥がね、バテちゃうと終わりなんですけど、これはね、9回の表を抑えて9回の裏逆転して終わりにしよう。ダメか。あー、やられたか。土肥はね、スタミナがないんで、もうストライクゾーンで勝負していくしかないんですよね。さあ、ここは何としても抑えたい。もうバテてるよ、土肥。頼むぞ、この回は。この回は頼む。ナイス。いいプレー。いいプレー出たよ。同点ではちょっとダメなんで、ここはね。どう？ダメか。当たりは良かった。芯で捉えたような音はしたんですけどね。で、1番ボロボシ。これもダメか。セカンド。セカンドゴロね。ちょっとまずいね。追い込まれた感じ出てきちゃったな。出よ。蹴れてくね。これは抜けてく。あー、取られた。いやー、夏の甲子園の夢が絶たれたか。ちょっとなんとも言えないな。山谷くんがもうちょっと長い回投げられるように3年生に向けてスタミナを強化しますか。さて、どうする。根岸にするか石森にするか。根岸かな。さて、新規一点というところにはなるんですが、時間的にはね、30分というところになりましたので、一旦じゃあ今回はここまでにしてですね、夏の甲子園ちょっと残念な結果になっちゃったんですが、チームを立て直していきましょうというところですかね。はい、では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。